こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、まずそのレギュラーグリップの、使い方というか練習の仕方ですね。で、まあ僕はあんまりレギュラーグリップはお勧めしないんですが、この間コラボした裕太君がこれかっこいいからこれ覚えたいという話でですね、まあすごい時間がかかる、桃栗3年、かき8年って言いますけど、マッチド2年、レギュラー7年って言われたりしますが、本当にそれぐらいかかったかなって感じはします。で、レギュラーグリップっていうのはですね、親指のここでこう稼働させるんですよ。そうすると親指の、ここだけで稼働させるとしんどいので、こう十手みたいにこういうふうに、だから振りかぶった時ってこっちは簡単に振りかぶるけど、左側の振りかぶりってすごいこうものすごい不自然、こうすごい大変なのね。で、実際これでリムショットガンガンやる人はここがものすごく腫れてる人が多いですね。で、その時に支点をここにして、力点は遠くにしておかなきゃいけないんで、最初の練習ですごく大事なのはこうバウンスさ、親指だけでバウンスさせる。で、この時にみんなやっぱ普通自然こうなるでしょ。まあこれでもいいんだけど、結局こういう動きというよりかはブラシこういう。ここが支点で、ここが力点にならなきゃいけないんで、こうブラシスティックがこっちじゃなくてこういう角度で、演奏しなきゃいけないんで、だから親指のここの腹の部分、ここの部分でこう押してあげる感じのイメージなのね。ここでこうやって押してあげるイメージなんで、親指をこういうふうに持ってきて、でここの縁をこうやって触って、こうやって囲んで触って、でこうやって。このスティックのこっちの右手だと、こうやってやるバウンドリバウンド練習、これを左手で、この手は開いてもいいので、最初はこの状態で振りかぶっていくと開かなきゃいけなくなるので、あとはこの指をかける、結局この親指だけでコントロールすると、これはあんまり、そのレギュラーの利点にはならなくて、人差し指の先で要は細かくコントロール。もう利点っていうのはこの先っちょでこう微妙なニュアンスがすごく出しやすいっていう、まあこっちでもできなきゃないんだけど、こっちの方が若干その利点的な部分はやっててあると思います。そうすると人差し指の先と中指を使えなきゃいけないので、人差し指だけで今度はこう上向けて、ここをここに設置させといて、で中指でも、でこういうのができると実際に。なると思います。ポイントはとにかく支点がここだけど、力点はできるだけ遠く離さなきゃいけない。親指のこの第一関節の腹のところで押すイメージですね、僕はね。で、それにこの人差し指と中指が添えて押さえつけたり角度を変えたり、この微妙なニュアンスがこのマッチ度だと結構大げさにやらないと。でも最近のドラマみんなマッチドですよね。まあビル・スチュアートさんもそうだし、まあエリック・ハーランドも確かそうだったはず。僕の好きな最近の若手のドラマみんなこっちなんで、こっちの全然パワーがあっていいの。ただその一部のジャズっぽいニュアンスを出したい時、すごくバップ時代のニュアンスを出したい時はどうしてもやっぱこっち持ちの方が雰囲気が出るし、であとこのリムクローズドリムとの連携がすごくよくて、こっちだとひっくり返すのすごい、まあでもできなくないか。レギュラーの方がこう回転させるだけで済むんで、すごい楽かなって感じがしますね。まあ
練習方法としては、まあ、そのまとめると基本はこういう動きをここのちゃんとハウスグリップって言ってここはねこうお家にサザエさんのお家みたいになるサザエさんのお家はこんなんかなこんなんかなこういうお家になるということねお家の形になるっていうお家の形になる方向にしなきゃいけないこうここにまっすぐこうこの垂直じゃなくてこう斜めにならなきゃいけないだから親指の腹がちょうど押すところに行くところに行かなきゃいけないのねでここでこれができたらこっちになるこっちでもリバウンドでしゅこっちも中指苦手だなということですねで実際演奏してると振りかけるときはしっかりこのスティックが直角よりも向こう側に行くようにっていうところまでやらないとあんま使えなくなってしまうんで練習してみていただければと思います、というわけでレギュラーグリップの使い方の、練習基礎練習の仕方でございました本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました今日もご視聴ありがとうございました今日の動画が面白かったなとかためになったなという方はぜひいいねボタンを押してください、作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いしますこのチャンネルではドラムの演奏ですねジャズの演奏とかポップスとかもやってますあとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてますあとジャズの楽しみ方ですねリスナーの方とか他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うためにまあ歴史とか、曲の解説とか演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください週2本ペースでアップしてますので見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いしますこの動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。